ケットシリーズ第2弾ですよ。いやまだ朝8時ですよ、本当にさ。4月なんでね、ある程度暖かくなってきたんですけど、まだとしてもね、まだまだ寒いですけど、こんな朝から野球なやるなんて多分おかしいですよ。さあこれね、バレーガー公園、子供たちもね、子供たちもいっぱいいますよ。さあ今日はチケットマジでやってやりますよ。じゃあこれから試合です、どうぞ。よっしゃ、大事なところでやってやるよ。すいませんでした。ちょっと変化球来たんで打てませんでした。すいませんでした。すいません。申し訳ない。すいません。ちょっとなんか審判買収されてる可能性ありますよ。結構低かったですもん。すいませんでした、本当に。あ、ナイスバッティ。いける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 。はい。あ、全然届いてないですよ。全然。いや、ナイスバッティングを褒めましょう。でも今の盗塁はダメですよ。ちょっとナイスバッティングしてる。ルイの1メートル前でスライディングしてましたよ。ルイの1メートル前で全然届いてない。バッティング、はい、僕のバッティングどうでした、小西さん。いや、あのね、はい、なんでしょう、ボールを全く見ずに振ってるみたいな。いや、もう基本ができてないじゃないですか。審判のジャッジは、はい、いやいや、あれ買収されてますよ、審判。僕の先のセンターフライのキャッチどうでした？はい、はい、いやいや、ちょっとやめてくださいよ。ちょっとやめてくださいよ。僕の守備どうでした？守備は、センターフライは守備良かったですね。取れてるからいやそんなんじゃないよ。もう やめもう中止だよ。小西さん、マジ野球遊びじゃないんで、小西さん本当頼みますよ。みんな真剣にやってるんで、ロブホンズプロ目指してるんで、マジで中途半端なスイングするんだったらもうやめてください。何のサインですかそれ、聞いてないですよ。その何のサインですか。今の手出なかったんじゃないですか。見逃しですか。お願いしますよ。
とちょっと、いやいや、三振三振三振してるから、ちょっと一言、何すか今の。消えました。消えてないですよ消えてないですよ。自分の成長が怖いです。あの、全く成長してないけど、ちょっと真剣ですよ。投げる瞬間笑わすのやめてくださいよ。さに恐ろしい。ちょっとほらまたおかしくなってきた。集中させてくださいよあ、やばい、早いな。やっぱね、ジャンプさんね、愛情がないですよ。え、ボールは友達ですか。いや、キャプテン翼じゃないですか今つばかけたでしょ、ボールに。今ボールにつばかけたじゃないですか。そうなんですか。見てるな。友達じゃないでしょ。おお、ナチ、今のいいですよね。今誰投げたの。僕が投げました。これじゃ自分の成長が怖いです。いいっすね。ちょっと掴んできましたよ。あとはこれで、はい、ちゃんとここに返せるかっていう。そうっすね、はい、相手のグローブにちゃんとボールが返せるか。おお、いい、だいぶ掴んできましたよ。いいっすね、ピッチャー気にしないでよおい、ちょっとこっち行っちゃう。これを忘れないように、はい、今の曲がるのは全然大丈夫です。はい、ある意味それが武器です。あれダメな、あ、ごめん。いいっすわ、いいっすわ。はい、あとこう止まって、はい、ちょっと投げれる。一回静止して、すごい、おーのち、いいっすね、今良くなってきましたよ。あっさ、今のデッドボールっす。はい、危ない。はい、ここ OK。
まさかのセカンドアウト。素晴らしい、ナイスバッティング、MVP。 いや、あの加藤さんはいいピッチングだったけど、キャッチャーのリードがちょっとすいませんでした。小西さん、ちょっと反省お願いしますよ。ナイスバッティング。はい、勝敗は2対1でこちらのサヨナラが決まりました。はい、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。投げて打って、よかったね、今日は。こうやって、どこだもん。今日はね、助っ人で参加したんですけどね、まあ本当にもう大活躍でしたよ。守ってはね、ファインプレーでフライ取ったし、ヒットも打ったし、あのあとね、チームのね、相手のロングホーンズさんたちがもうみんないいチームで、僕はなんか自分のチーム持ってるんですけど、エラーしたら怒鳴って、三振したら怒鳴って、下手くそなくせに、ちょっとね、勉強になりました、こういうのびのび野球が。やっぱ野球はね、楽しくやるべきなんで、自分のチーム帰ってね、キャンプスに帰った時、ちょっともう少しみんなとね、楽しく野球できるように頑張りたいと思います。以上です、ありがとうございました。